はい、どうも、ラグナロクのエイユと申します。今回はですね、テラー実況やっていこうと思います。まあね、テラー実況、テラーですけど、ちょっとミスりましたね。毎日のようにね、こうやって、テラーからね、いろいろ通知が来るんですね、毎日。毎日来てるんですけど、なかなかね、まあ実況には至らなかったんですが、はい、ちょっと気になる、通知が来まして。ご登録、ありがとうございますとね、赤鬼株式会社というところから、ね、通知が来ておりまして。はい。あ、ちなみにね、録画はこのアズスクリーンレコーダーっていうのでね、こういう感じで、今、録画を回しております。はい。まあ、それはいいですね。はい。今回はこちらの赤鬼株式会社から来た、ご登録ありがとうございますというね、これをやっていこうと思います。まあ、基本、そうですね、なんかに登録するってことはあんまないと思うんですけどね、怪しいサイトを、まあ、見る覚えもないですし、なんでしょうね、こちら。こちらは恋愛成就、復縁の老舗、赤鬼株式会社のアカウントです。はじめまして、お前。お前、ノリ軽いな。ノリ軽いな、直之。ノリ軽すぎるだろ、これ。別れた彼女と復縁したいんですが、ああ、なるほどね。本当に復縁させてくれるんですか？任せください。当社の、ああ、でも赤鬼だから怖い感じでいくか。お任せください。当社の復縁率は86%です。すごっ。でもどうやって？当社の社員が悪者を装って彼女を襲います。そこにあなたが登場して彼女を救います。感激した彼女は、あなたを見直すでしょう。泣いた赤鬼だ。完璧な作戦じゃないですか。よろしくお願いします。4時間後。あ、まゆちゃん、まゆちゃんとなよいき。こんな遅い時間にごめん。まゆ、久しぶりだね。最近変な人につけられてるの。嘘。嘘で元彼に連絡なんてしないよ。駅から私のマンションまでって暗くて人気がないでしょ？確かに。一人で歩いてたら怖くなっちゃって。悪いんだけど、来て一緒に帰ってくれない？他に頼める人がいないの。まゆ、あ、了解。まゆもまゆだな。頼れる人いなさすぎるだろう。他に男いないんだな。本当に。家族にも頼んないってことは一人暮らしとかね。多分してんのかな？大人かな？もう大人か。こういうサイトに赤鬼株式会社に相談するぐらいだから。で、まあ了解と。さあ、ここから始まるわけですね。ありがとう。絶好の機会ですね。直ちに、眉様のもとに社員を急行させます。今向かってますんで、段取りを教えてください。まずは彼女と合流してください。そのまま暗い路地を歩いているところを、当社社員が襲いますので、あなたは敵を倒して彼女を守ってください。これな、ちょっと怖いな。普通の人間がね、こういう企画というか、こういう会社でこう、別れさせ屋みたいな感じで逆のことしてるっていうのはまああるかもしれないから、ただの人間だったらね、簡単に倒せたりすると思うんだけど、赤鬼って言ってるからね。赤鬼が襲いかかってくるって考えると、ちょっとそこが心配ですね。え、僕なんかにできますかね？当社の社員はやられのプロです。安心しました。ただ、世の中何が起こるかわかりません。その場合、プラン B に変更しますので、臨機応変にお願いします。プラン B って、あれ、彼女が見つからない。あ、あれかな？後ろ姿を確認しました。あ、急に来た車に押し込まれた。これがプラン B。タクシーで追います。軽いな。軽いな。株式会社も返事しないの気になるな。大丈夫か？本当に。この押し込まれた車も本物かわかんないぞ。株式会社が手配した奴らかもわかんない。怖いな。なんか刑事ドラマみたいで興奮してきた。お前な、舐めすぎだろ。お前嘘でも元カノ狙われてんだぞ。
軽いな、お前。サビリタ工場の跡みたいなところに来ましたけど。彼女、中に連れ込まれた。怖いな、大丈夫か？いやー、怖いね。これ、直行も一緒に、まあ、殺されるかわかんないけど、なんかね、されそうですね。工場の中に入りました。僕が突入して彼女を救えってことですよね。あ、見つけた。頭から袋をかぶせられてる。彼女、相当怖いんじゃないかな。よし。じゃあ今から助けに行きますね。すみません。え？電波障害から復旧しました。お前ビビらせんなって。まんまとビビらされたわ。今、どちらにいますか？ああ、道理で返事がなかったわけだ。今、工場の中です。工場？なぜ工場に？これプラン B じゃないの？何か手違いがあったようです。は？ごめんな、直行。実は電車の中で痴漢に襲われているところを助けてもらっちゃった。中学の横川先輩って覚えてる？その後先輩の車でマンションまで送ってもらっちゃって告られちゃった。なんだそれ。ちょっと待って。じゃあ、あの子は眉じゃないの？何言ってるの？やばい。お客様、どうされましたか？どういう立ち位置なのこれ。三人で話してるの？三人で話してるんだったら、眉と赤鬼株式会社、もうこう、ね、今、お互いに見えてるってこと？この会話を。どういう状況なのこれ。あ、もう実際に話してんのか、コメントしてんのか、チャットしてんのか、どっちかわかんなくなってる。これ本物の誘拐事件だ。やばい、気づかれた。すぐに警察に通報してください。早く、早く警察に。あ、赤鬼さん、ありがとうございます。あ、間違えた。赤鬼さん、ありがとうございました。ああ、マユとお付き合いすることになりました。大成功ですよ。ご意の成就、おめでとうございます。またのご利用をお待ちしております。うわ。あ、ちょっと振動はダメだ。振動するとちょっと、音うるさい。まあ、いっぱいいいね押したいですけどね。まあ、いっぱいいいね押したいですけど、まあ。いや、怖かったですね。まあ、つまり、赤鬼、ああ、でもな、これ本物の、誘拐事件かはわかんないなぁ。ちょっと赤鬼株式会社がちょっと怪しいよね。どうだろう。こういろいろ考えさせられますね。その赤鬼が、その最初から、直行をね、はめるつもりだったのか。まずその、その赤鬼株式会社ね、今横川っていう人がね、大成功ですよって言ってね、おめでとうございますって言ってるけど、まあ横川も頼んでたってことですよね。つまり。で、先に眉に、まあ頼んでたのかな？多分。でもこれ同じ人がやってるとは思えないよね。あの赤鬼株式会社も同じ人が対応してるとは思えないよね。直行と横川の。まあ、一緒の人だったら、さっきのね、何か手違いがあったようですっていうセリフはなくなるわけだから。まあ、そこが、まあ、赤鬼株式会社がずさんだったのか、うまく計画が伝わってないっていうね。あとはその、元々のその、プラン A、いわゆるプラン A が何だったのか、その直行に、赤鬼株式会社の人がこうしようとしてた、マユとの恋を成就させるためのプラン A、 それが何だったのかもわからない、でプラン B っていうのもまあよくわかんないし、まあね、最初から仕組まれてたような、まあつまりは、まあ、もっと言えばですよ。もっと想像するのであれば、ちょっと待ってください。これ一番最初に、
恋愛成就復縁の申請。そうか。ってことは、別れさせるのは、まあ、対応してないのかな。対応してないにしろ、どうだろうな。眉、この、直行ね、直行。なんかね、香川照之が出てくるんだよね。なんかわかんないけど。頭に香川照之が出てくるわけで、出てくるせいで、なんかこう、ちょっとね、直行とか、横川って今、間違えそうになってますけど。そうですね。だからその、最初から直行をね、潰そうと誰かが頼んでいたのかなっていうのはちょっと思いますね。横川が直行をね、はめて殺してくれみたいな。ただ、そう考えれば、前だと思ってね、直行が前だと思って追いかけていった女の子も、実は、おとりの女の子で直行をね、まあ、潰すため、だったのかなっていうのが、まあ、ちょっとありますね。まあ、言うなれば、まゆがやった可能性もありますよね。まあ、でもその場合、助けてほしいって言う必要ない。偶然すぎる。なんかおかしいな。でもおかしくないか。そう、急にね、まゆが助けてって言い始めたから、ちょっとおかしいかなと思ったんだけど、それは赤鬼が仕組んだことだからいいのか。やっぱそうだ。やっぱおかし、ん？なんかおかしくね？これ最近、でも、人気がないから一人で歩いてたら怖くなっちゃって。なんか偶然すぎるんだよな。急に、だって赤鬼株式会社が頼んでから、なんかいきなり、都合よくその直後に、4時間後にさ、眉から、元カノ、もう付き合ってもないさ、元カノから、一緒に帰ってくれないって、来て、で、絶好の機会ですねって言って、なんかその眉が、怪しい人にこう、狙われてるっていうのをこう、直行にね、こう、インプットさせて、こう、助けに行かせるように、助長してるようにしか見えないですね。はめようとしてるようにしか考えられないですね。これは、ちょっと、直行はめられたんじゃないかなって思います、自分的に。はい。怖いね。登録したら、ね、そのまま、殺される。まあ、多分殺されたでしょうね。やばい、気づかれたって言ってますから。で終わってますからね、これ。あが最後の言葉ですから。これ殺されましたね、きっと。いや、赤鬼に捕まって、かわいそうに。はい。作者、勝子って。サザエさんで言ったらどっちつかずだな、お前。カツオが出てくるわ。男ではないんだな、その名前は。カツコって。なんだ、カツコって。気になるな。まあ、本当のカツコって名前だ、の人に失礼なんですけど。カタカナだとね、どうしてもカツオが出てくるんで、ちょっと気になりますね。はい、まあ、いろいろありましたが。非常に。あ、でも、意味、こうあって書いてるんで、多分意味がわかると怖い話で、そういうことですね、多分。なんかそういう、その、ね、赤鬼株式会社が最初からはめようとしてたっていう、まあ、意味怖ということで。でしょうね、多分。はい。とても怖くて、とても考えさせられて、すごく面白かったです。久しぶりの
テラー実況にふさわしいんじゃないでしょうか。はい、今回はこの辺で終わりにしようと思います。この動画が面白かったら高評価かチャンネル登録お願いします。どっちかでいいんで、どっちかぜひとも。いや、もうこれやめようかな。どっちもお願いします。高評価とチャンネル登録。高評価が嫌だっていう方はチャンネル登録お願いします。チャンネル登録もしてるよっていう方は高評価もお願いします。なんかこれも変だな。もういろいろしてください。感想やアドバイス。ゲーム、歌、実写などのリクエストありましたらコメント欄にコメントお願いします。はい、コメント、高評価、チャンネル登録、全部していってください。ぜひとも。面白かったらね。面白かったでいいですよ。はい。ぜひその面白かったら面白かったっていうね、気持ちを伝えていただけると私のモチベーションにつながるので、ぜひともお願いします。うざいな、これ。最後急にうざいな。さっきまで真面目に、ね、考えてたのに、急にうざくなるっていう、実況者でした。はい。それでは今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。